はい、ここはね、これは色がついてない、まあ、浅漬けの大根があるんですけどね、よく売れる大根にね、僕は今から色をつけますね。それはね、これが減らない理由の一つでもあるんですよ。これ、タール形色素と言いますね。コールタールから作られる、石油からできるから、タール形色素と言います。これ黄色の色です。それからこちらがそのオレンジの色ですね。ちょっと両方入れますよ。それからこれをよくたくあんに染み込ませるためにリン酸塩という使いますね。それに、表面をね、少しツヤツヤテカテカ照りを出すために増粘多糖類というのを入れます。ちょっとね、表面がぬるっとするんですけどね、でもみずみずしいたくあんに見えますんで。でもそのみずみずしさがね、果たしてそこまでたくあんが必要なのかと僕は思いますけど、これ今ちょっと濃い感じで作りましたね。これで、味はもう入れませんよ。味はこれに化学調味料入れて、酸味料入れて、色あせ防止剤の酸化防止剤ありますけど、今これ色を染める実験だけですね。それからこれが表面ツヤと照りが出ます。ソリビット、まあ合成の水飴とでも言いましょうか。でこういった液、着色液入れますんで、これに大根を少し入れてみましょうかね。いいですね。もう瞬時に染まりますよ。ですね。で、こっちの方がね、真っ黄色。そうですね。これがよく売れるたくあん。よくある。こういったたくあんしかも今はね、売れないんですよね、ほら。ね、わかります？もっと黄色いかも。そうですね。もっと時間かければね、今ここでちょっとやってますから。もう今こういったたくあんでしかないですよ。これにあと消臭剤があります。いわゆる古漬けの匂いを消すんですね。例えばこういった酢酸ナトリウムとかで使うと古漬けの匂いが消えます。だから今もう大根というよりも、たくあんというより大根の加工品といった方がいいかもしれませんね。なんかツヤツヤしてます。そうそう、これはソルビットの。でも美味しそうだよ。見た目はね。こういったものしか今は売れません、はっきり言ってね。でそれはちゃんと裏に表示してあるんですけどね、ちょっと不思議だなと思えば裏を見れば、こういったものをカタカナがいっぱい書いてあります。選ぶのはあなたです。